そうかって。よし。せっかくこれからちょっとなんか見ていきましょう。よいしょ。すごい立派なあれですね。育てなんですね。こっちのボタンのやつもずっとやってますけど、結構いろんな意味で、この大きい敷地の中にいくつかのお寺さんがこう、ほどになったような形で、それぞれのところで、あれなんですね。ボタンの花を管理しているところがあってっていうことみたいですけど、この奥の院の方はなんか、今ちょうど、この時期に合わせて、重要文化財の、やつも、見れるようになってるらしいんで、ちょっとこちらの方見ていこうと思います。結構ね、歴史が明治古いって、こんな強いですからね。本堂だけ見てもなかなかすごいですね。今ちらっと話を聞いてきましたけど、もともとはこの、本堂ってなってる、こっちの建物のところが、本堂だったらしいですけど、ね、で、こっちの方に、あって、で、南側にも作ってこう、参道にしてっていうような感じで、南北の感じだった、予定だったところが、こちら側に本堂ができてて、まあ、それも1000年から300年ぐらい経ったらそうなってとかっていうぐらいの規模がすごいんですけどね。詳細は何かしらねと見てもらった方がいいと思いますけど、まあいろいろとしてる。で、それからこちら側に灯台も、を作って、だから何台も作るような感じの南北の作りからこっちの灯台も作って、東西にこの本堂から入っていくような形の、今の形になって、でくまでに、まあ、奈良時代からこう鎌倉時代ぐらいになってくれて、で、まあ、そこから1000年ぐらい経って今この形で落ち着いてる感じと、規模がでかすぎて、なんか歴史の話が、でこの辺りとかで奈良時代からの建物がそのまま残ってるのが相当あれですよね。700年とかでしょ。だから1300年とかそれぐらい、すごい歴史の規模が凄まじいんだよな。で、なんならここ、国宝が8つもあるらしいですからね。すごいな、夏洗い。ちょっと行っちゃう。で、奥の院って。で、こっちに宝物館が今公開されてるらしいんで、せっかくだから、もう見ていきましょう、ここまで来たら。また葛城山登れなさそう。お前、別にいいか、こんなと言って。で、この二重の塔。あ、だからこっちの方にね、その二重の塔とかってっていう感じが得意なんですね。なるほどね。何も知らんときなんですけどね。まあ、ガイドしていただける、地元の方なのかな？お寺の方じゃなくて、単純に地元の方らしいですけど。で、結構、見て、ね、回ってられる方も、やはり、詳しい方が多くて、ちょうど話を、してるのを聞かせてもらったんですけど、なんかなんていうの、お寺マニアな人っていうよりはじゃなくて、もう業界関係者みたいな感じの方でしたけどね。どっかのお寺で住職してますって言われたら、ああまあでしょうねっていう感じの、そういう感じの方でしたんで、いやだから結構詳しい話とかも突っ込んで話もしてはったんで、おかげで結構勉強になりました。何も知らんつきましたからね。まあ、何せ、ただ21、東間寺の駅のナンバリングが21番だったからってだけで来てるわけですからね。わあ、あって。で、そうなら撮影禁止で、この音も多分撮影禁止だと思うんでね。また見ていきましょう。単純に楽しいぞ、このタブ。これですね。特別効果やってるんですね。よし。さてと、まだ、中なんですけど、なんかね、こっちの、お堂の中のその、国宝とかそういうのが、重要文化財とかがある、お堂の中は撮影ダメみたいなんですけど、なんか外側は、いいみたいなんで、カメラ回してみてますけどね。いや、すごいですね。立派。白い富士。珍しいらしいですね。まあ、確かに。
富士っていうと、あの、富士色ですよね。富士の色ですけど、のイメージ。これ白いんですね。へぇー。で、手前にボタンがいろいろと咲いていると。ちなみになんか、ボタンに傘が刺さってますけど、これ、今ちょっと日陰の方に移ってきましたけど、ここはあの、日の当たりが良すぎるもんで、あの、ボタンが日焼けしちゃうみたいで、それで、花が咲くと、こうやって傘で、日焼け止めらしいです。そういう、ので、傘が差してあるらしいですよ。女性みたいですね。うん。日焼けはね、天敵なんですね。確かにあんな感じでちょっと、焼けたみたいになっちゃうんでしょうね。なるほどな。で、中もね、すごく、この辺りとかも綺麗な花咲いてる。うん。これは、椿か。そうか、椿ももう時期だもんな。椿ボタンがちゃんと咲いてて、富士の木もあり。多分こう、もみじの木もね、いっぱい生えてるんで、多分これ紅葉は紅葉で綺麗な感じみたいでしょうね。よし、自然とね、こうやって。溢れ出る。いや、いいところだった。で、ちなみに、なんか、写真展ね、やってたんでね、それもちょっと見てきたんですけど、いや、すごく良かったです。写真展って私ね、行ったことないしね、あまりそういう興味をね、普段持ってない人なんですけど、すごく、綺麗というかね、すごい不思議な技術がいっぱい詰まってる。あ、これ写真ね、最初見たとき、あれ、イラストじゃないんだ。絵じゃないんだっていうね。あれなんですけど。非常に、祈りっていうね、タイトルしてはったんで。恋が、恋の餌か。餌食いますよね。恋ですもん。そう、だからね。よく見ると、写真って言うとね、こう、赤いところで撮られたね、写真がパシッと撮られてね、映えるって感じのね、あれですけど、まさに暗いところの、写真になっておって、すごく新鮮でした。その暗さを表現するっていう。だから、すごく、日の当たる角度とかで、すごく見え方が変わるんで、だからあえてあれもしてないってなってましたもんね、シート普通はね、作品にカバーとかしてするんですけど、フィルムのね、ガラスの反射とかでもう変わってしまうっていうのを、もう控除してでしょうね。うん。そのままになってたのは。実際、火の光の当たり加減とかを、見る位置をちょっと変えてね、角度変えるだけでもすごく見え方が変わるっていうんで。なるほど。こういうのはね、ちょっとね、ちょっと YouTube ではね、表現しきれんところですよね。これ、なるほど、プロの技なんだなっていう。こんな感じで。立派なあれになってますね。すごい。こんなところも綺麗に咲いてる。めっちゃいい。ちょっとクマンバチか。すごい。ああ、めっちゃ癒されてるぞ。ああ、楽しいな。思いがけず長居をしてますけどね。コースなんて中に入る予定もなかったんですからね。駅前に降りて、はい、次の乗り換えの電車みたいな感じの予定だったのが。非常に。いいものが見えたんじゃないかな、これは。すごい、見た。いや、これはいい。よし。まあ、とりあえず、お堂を出て、
言うてもいい時間なのか。今お昼がどうのこうのって言ってたんだよな。もう11時55分や。ああ、さすがに、もういかんと。まあ、お堂出たらまた、ビデオカメラの方に切り替えてね、撮っていこうと思います。あとで、もうこのまま出ちゃいましょう。あ、ちなみにこっちの配管では全部含めて500円でしたね。よいしょ。